赤軍捕獲時のセミョーノフグリゴリーミハイロビッチセミョーノフは、ロシア革命当時ザバイカルコサックの統領であり、極東三州の独占的利権を確立しようとする日本軍参謀本部によって、反革命勢力の軍事指揮官に擁立され、ザバイカル共和国を樹立した。セミョーノフは、東シベリアのザバイカル州、クランツカで、コサックの父とブリヤート人の母の間に生まれた。 1908年、オレンブルクのコサック学校に入る。3年後に卒業し、第1ウェルフネウディンスク連隊に配属され、外貌国境警備の任につく。その後チタの軍学校に学び、また、遠海州の国境警備等の任につき、1914年、第1次世界大戦が勃発すると、第1ネルチンスク連隊の一員として、東部戦線へ出征。軍港を建てて、 勲章二個を得た。大員として、第三ウェルフネウディンスク連隊で、ペルシャ戦線に戦っている時に二月革命が起こった。臨時政府のケレンスキーへ、民族部隊の設立を検索して入れられ、シベリアに戻って、母兵を始めるが、十月革命の勃発を受けて、反革命勢力として、活動を開始する。特別満州座都市内という白守軍を組織し、 日本軍参謀本部から武器と資金提供を受けた。日本のシベリア出兵を機に、ザバイカル州に反革命地方政権である、ザバイカル共和国を樹立する。1918年9月、イギリスに擁立されたコルチャークにより、オムスクに臨時全ロシア政府が成立すると、セミオーノフはコルチャークからザバイカルの統治権限を受けるが、両者の戦略や思想の食い違い、 英仏軍と日本軍の思惑の相違があり、その反目の深刻さは軍事作戦面での共同までも妨げていた。彼の素行で、先制的な素行の噂は、民意による政権樹立を名目とするアメリカにとって、極東から日本の勢力を排除するための口実となり、日本のシベリア出兵継続を危うくさせた。赤軍に押されて、オムスク政府が崩壊する際、 500トンとも言われる、帝成ロシア中央銀行の近海の一部を入手して、日本の朝鮮銀行に輸送した。続いて、列国のシベリア撤退に伴い、日本軍の後ろ盾を失い失脚。1921年に、ウラジオストクを脱出した後、上海、アメリカ、日本を転々としながら、反訴活動を継続する。1934年より、 満州国の白系路人事務局の活動に参加する。1945年8月、大連にいたセミョーノフは赤軍に捕獲され、1946年8月に、モスクワで国家財産略種の罪で公死刑が執行された。ABC10、ウラシオ政府対日宣伝会式時の検事対象9年9月。 ジャコレフ、B03040651200、新聞雑誌出版物等取締り関係雑見第4巻、ハット AB6、ロアザ新聞、デイロ、ロシー発刊、1対象9年3月12日から対象9年9月6日、ジャコレフ、B03040699800、新聞雑誌発刊計画雑見、憲兵31年と書状砂勝ち7丁、 東京ライフ社1955国立国会図書館、書誌 ID0000929851、請求記号9 1 5 9か2 8 3キロ永続的識別インフォ、NDLJP、PIDO1661531。ありがとうございます。